皆さんこんにちは。昨日と今日と今日鉄道ワークショップに参加していただきましてありがとうございました。今日、選抜された方々が今日この2日間ですね渡って参加していただいたんですけれども、鉄道ワークショップもちろん楽しいっていうことも楽しんでいただくっていうのは非常に大事なんですけれども、皆さんに今日この鉄道ワークショップに参加していただいて、ぜひ覚えておいてほしいのは、鉄道って、皆さん東京のご出身の方が多いので東京メトロに乗ってらっしゃいますよね。だけれどもいろんなやっぱり観点があるんですね。で、昨年は実は車両だったんですね。で今年は電気という観点で今、そこも動いてますけれどもでやっぱり電気なしではで鉄道動かないですし、でそのやっぱり電気がどうやって鉄道を動かしているかっていうのも知っていただくって非常に大事だと思うんですね。なので皆さんがさりげなく日常乗っている東京メトロも非常に複雑で、だけれども、こういうことを通して電車ってこうやって動いてるんだっていうのが分かっていただけると非常にいいかなと思います。で、これから高校とまた大学ですねに進めばそういうことをまた学ぶこともあるかと思いますので、東大とあと東京メトロですねの2日間のこのワークショップを通して、こういうことを2014年の夏に学んだなっていうことを夏の思い出として、思っていただければすごい嬉しく思います。